こんにちは、吉谷さん。まあ、金麦届いてよかったです。ぜひね、金麦研究所に使ってください。僕からの誕生日プレゼントです。ただ、配送日がだいぶずれましたね。すいません。だいぶ前に発注していたんですけども、まあ、届いたのが今日ということでね。まあ、それもまた愛嬌ですよね。バースデー当日に届くのもよし、ちょっとずらして届くのもよし、みたいな感じですよね。まあ、吉谷さんのことですから、誕生日当日には、全国から、もう数千、数万の、プレゼントが届いたと思いますんで、まあその日を避けてね、私の方は心遣いをしたというふうに解釈してください。そして人のアンチ、批判をする人なんですけども、結局人の批判をすると、その人自身の持ち駒が減るっていうかね、手狭になるっていうか、どんどん身の丈を縮めていくような気がしますね。まあ例えば YouTube でなんかね、コンテンツ販売して詐欺師みたいなことすんなよって、結局は最後はセールスかよみたいなね、人がいますけども、そうするとその人がビジネスをインターネットでしようとするときに、結局最後はセールスかよみたいなね。自分で言った言葉に自分の行動が制限されて、手詰まりになっちゃうみたいなこともありますしね。プロダクトローンチを批判する人は、自らプロダクトローンチをやる手段を失うわけですしね。まあ、LINE アットで集客して、そこになんかね、オプトイン投げるのを批判してる人は自分でそれができなくなっちゃったりするんで、まあだからというわけではないですけども、何でもかんでも批判から入るんじゃなくてね、好意的な解釈をする癖をつけといたらいいんじゃないかなと思うんですよ。自分の考えにはそぐわなかったけども、でもその自分の考えにそぐわなかった考えを肯定する人がいる。なんでかな、どの角度で見たらそういう風になるのかなっていうことで、可能性は広がっていくと思うんですよ。何でもかんでも自分の少ない了見でいい悪い、白だ黒だって判断したら、それはね、受け入れられるものって減ると思うんですよね。だって、ネットビジネスで1億円稼いだとか言って、要は集まった人からお金を取ったんでしょっていう話なんですけども、その通りですよ。八百屋にしても、酒屋にしても、何にしても、おーいって人を集めといて、安いよ安いよって集めといて、お金ちょうだいっていうのがビジネスですからね。で、そもそも、セールスした側に利益が残らなかったら、一体何やってんですかって話ですよね。やっぱ適正な利益を確保できるから、次の仕入れや販売にも生きてくるし、商売をやってる人がどん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 金銭的とか時間的に豊かになるから、より良い商品を探して、まあ収入することもできるし、より良い商品を開発することもできるしっていうような好循環が生まれるんですよね。レクサスっていうブランドが車でありますけども、あれ、トヨタが利益を出し続けなかったら、絶対ありえなかったんじゃないかなと思うんですよ。私そのうちね、レクサスが飛行機でも作るんじゃないかなぐらいのことを思ってたんですけども、もしかしたら宇宙船とかね。でもそれも莫大な利益があればからこそ、次のステップで成長発展のための利益が確保できるわけですから、そもそもその企業の活動っていうのは、その世のため人のために結局なるんですよね。まあトヨタばっかり例にとりますけども、今度ね、新しい都市構想にトヨタが乗り出して、富士山の麓の静岡県の土地を、まあ、一つのモビリシティカンパニーみたいなね、一つの街にするらしいですよね。で、その中では、まあ、2000人ぐらいの方がね、実証実験でお住まいになって、管理された暮らしを送るみたいな、そんなテストパターンを作るみたいですよね。で、今度トヨタの商品は、街を販売するっていうコンセプトになってくるそうなんですよ。そのコンセプトシティには、地中に電気や通信網が埋め込まれていて、で、すべてのデータが管理されて、そこでお住まいになる方は安全に快適に、そして、例えばね、自分の、まあ、ペースメーカーとか入ってて、体調が悪い時は自分が受診を希望する前に向こうから受診を来てくれるとかね。お米をこうやって研いで、まあなんですかね、炊くっていう作業も、お米が減ったら自動的に補充されて引き落とされるみたいなね。卵が減ったら自動的に卵が補給されて、で、料金がクレジットされるみたいな。まあ、そんな、キャッシュレスであり、オーダーレスであり、ボーダーレスであり、なんとかレスみたいなね。そんな街ができて、人間はもうすでに、衣食住のために自分が望まなければね、作業や時間をすることがもう必要なくなるみたいな。だから楽しみで買い物ってのはありますけども、忙しくて買い物ができないときは、買うべき商品が自動的にね、もうすでに冷蔵庫や家の中にストックされるみたいなね。それも誰かが来るわけじゃなくて、商品が勝手に家の中にね、
陳列されるみたいな感じですよね。そういうのは大いにあり得るですよね、きっとね。そのうち私たちは仕事をすることをやめてレジャーにだけ生きるようになるというね、人類の黄金時代が始まるんじゃないかなと思うんですよ。今すでに必要に迫られて走る人っていうのはあんまりいなくなりましたね。もう楽しみで走るみたいなことになりましたよね。例えば東京から大阪に行くのにもう走るしかね、手段がないみたいな時はみんなで一生懸命走ってたんですけども、今は他の手段があるんで、なんかのね、企画でもない限りそんな走るなんてことはしませんよね。だからだん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 テクノロジーが私たちが本来人力でやってたものを人力でやらなくても済むようになってきたと。で、最近は思考ですらコンピューターがテクノロジーが代わりに考えてくれるようになって、適正な温度に室内を保ったりね、適正な車間距離で車を走らせたりとか、適正な衣食住をもう完全に町が管理して人間を長生きさせてくれたりとかね、まあ、そんな時代が来たなと思うんですよね。まあ、その夢が広がりますよね、そうなると。でも肝心なのは、そのテクノロジーに預かれるのはそのテクノロジーを購入することができる方だけなんですよね。まあ、エアコンだってお金がない人は買えませんし、車だってお金がない人は買えませんし、なんだったら、お金がなくてできることって本当に逆に限られてるっていうところもあるし、前回お金のテーマでちょっとお話したことがあったんですけども、世の中をものすごくシンプルにしてくれた人がいて、お金っていうツールに全部まとめてくれたんですよね。お金っていうものはもう万能なわけですよ。何の代わりにもなるみたいなね、ワイルドカードみたいな感じで。でもお金のない時代は、私が生魚を持っていて、あ、お肉と交換してって言ったら交換してくれるけども、今日交換してくれる人がいなかったら明日にはもう使い物にならなくて腐ってゴミになっちゃうから、本当にこの物の価値がドーンとね、値下がりするのが早かったんですよね、きっとね。お肉も腐るし、卵も割れちゃってダメになるしみたいな。そういうことを考えると、お金っていう媒体があることによって世の中のいろんな物やサービスがその価値を落とさずに済んでるのかなというふうに思うのが今日の見解ですね。お風呂が空いたみたいです。じゃあ金麦楽しんでください。行ってきます。